お前ら夜道に気をつけろ。どうも嫁ちゆきです。ゴールデンウィークが終わって今5月の中旬なんですけれども、だんだんと暖かくなってきて、ちょうどいい気温でね、たくさんバイクに乗りたいなって、そんな風に思う時期です。そんなわけで3密を回避しながら GPX デーモンで八ヶ岳にツーリングに行ってきたいと思います。イエイ。とっても自然が豊かでのどかで素敵な場所なのでね、皆様にその風景を動画でお見せして、八ヶ岳っていい場所だなっていうのを少しでも伝えられたらいいなと思います。それでは八ヶ岳にレッツゴー。こんにちはって、こんにちは、どうもうーくちゃんです。行ってきます。ということで今高速道路に乗ってます。なんかトンネルから始めちゃったけど、今日すごい天気がいいの、もうちょうどいい。これがずっと続けばいいのになって思うんだけど、この下り前もね話したんで、いつまでやってるんだっていう感じだけれども、今日はやっぱ休みの日ってさ、いつまでも寝ていたくなるじゃん。だから起きた時間が結構遅くてね、なんであんまり高速道路をね普段使わないんだけど、今日はちょっと早めに行きたいので高速道路を使っております。なんか高速道路乗って気づいたけど、速いスピードを出してる時が前のデーモンと比べてすごい安定感が出ました。前のデーモンもね全然乗れるじゃん、きつくないよって思ってたんだけど、やっぱこっちに乗っちゃうと、やっぱ前と比較すると明らかにね風の抵抗が少ないし、どっしりとこうバイクが構えてくれてて、前のでも十分良かったけど、でもさらになんかこう安定感が出て良くなっております。素晴らしい。もうツーリング日和でね、ここにたどり着くまでに結構たくさんバイク見たよ。みんなもこう走りたいんだろうね、こんな生暖かい日は、生ぬるい日は。いやーマジで夏にならないでほしいな。もう真冬も嫌だけど真夏にもなってほしくない。皆さんは夏と冬どっちが好きですか？真冬と真夏好きっていうか、どっちかそれでずっと暮らさなきゃいけないって言ったらどっち選べます？私はね迷わず冬ですね。なんか寒いのすごい苦手なんだけど、というか私なんか北海道に行った時すごいね寒さに弱いって言われてたの。でもこっち来てから撮影の時とか寒い日に薄い格好とかしてでも全然平気。北海道では寒がりの私もこっちに来たら寒さに強い人になったんですよね。だからなんかどちらかっていうと寒い方がまだいけるかも。でも寒さにも種類があって、外の寒さには耐えられるんだけど、室内の寒さはどうしても耐えがたくて、室内では服を着ないっていうか、真冬でも半袖短パンでいたいんですよ室内は。なので室内の寒さには慣れてない。うわ最悪、今ヘルメットに虫飛んできてさ、今シールド目の前に虫の残骸がおー嫌だよやだ。今さシールドの目の目の前に虫の残骸があるおー嫌だ、来ないでよこっちになんで目の前につくかな、もう嫌なんだけどこれ。もうこれ全部みんなに伝わってないよね。いや目の前からさグンってさ、こう虫、でっかめの虫ポンって飛んできてね、で今私のシールドの目越しに、違う、私の目の前をシールド越しに今潰れた虫の残骸が目の前にある。ちょっともう嫌なんだけど、うん、マジ無理マジ無理。いやー私だって別に殺したくて殺したわけじゃないんだよ、こんなところでむしろ死なないでくれ。いやいいんだよぶつかってきても。たださ何が嫌かってさ、これをね後で服私の気持ちになって、もうこれもバイクあるあるですね。でもなんかやっぱりそのデーモン乗り換えたじゃないですか、前のデーモンもすごい恋しくなるんですよね。なんかね全く別のバイクになった感じがしてとっても楽しいんですけど、このデーモン200にはデーモン200の良さがあるけれども、150は150で差があったんだよな。もうね150と何個乗ったかわからないからね、私去年は150デーモンをずっと乗ってた、他のも乗ってたけど、やっぱりねコマコマとした距離がたくさん重なってどっか近場に行くとか、ツーリングで使ったことはそんなになかったけど、他のバイクに比べてね長距離は乗ってないんだけど、短距離でたくさん使ったからその分すごいね走行距離が伸びてとても楽しかったですね。なんて言うんだろう、
あれはもう正直サイズ感が私にぴったりだった。安心して乗れるし、ちっちゃいけどもう足としてはもう優秀なバイクだった。ちょっとなんかちょっとした町、住宅街が見えます。この高速道路もたくさん、私結構ね今までよく乗ってるので、もしかしたら皆さんとすれ違っているかもしれませんね。今度来た時はぜひ探してみてください。なんかすごいね、緑のいい匂いがします。こういう匂いを嗅ぎながらバイクを走らせる、なんてロマンがあるんだろう。でもみんなにはこの匂いは伝わらないんだろうな。結構あのツイッターで私のすごいあの腰を反って乗る乗り方が夜道乗りとかって皆さんバカにしてるじゃないですか、私のファンの皆様。これはね、よくお尻を強調しているだとか胸を強調しているだとかそんな言われ方しますが、そうじゃなくて、あれは私が腰の病気を持っていて、その結果腰があまりにも人より反っていることが原因でああなっているので、決して道のりはそういったハレンチなポーズではないですからね。以後お見知りおきを。いや、なんかツイッターでさ、ハッシュタグ夜道のりっていうのをこういつもこう検索して面白いなと思いながら、懐かしいなとか見てますけど、いまだにね、たまに夜道のりを発言してくれる人がいて、もう1年ぐらい前の話だと思うんだけどさ、この夜道のりが流行ったの。実際夜道のり写真楽しみに見てますんで、ぜひとも真似してくださいね。今日はね、三密回避ツーリングだから、あんまりお店とかには寄らずに、ただバイクに乗って楽しむ、一人で単独で楽しむ、そういうツーリングの日となっております。もうコロナ禍では最強の楽しみ方なんではないでしょうか。いろいろなんか趣味が狭まってきちゃう世の中じゃないですか。ライブやコンサート行けない、本屋さんに行けない、ショッピングモールに行けない、遊園地に行けない、動物園に行けない、ご飯も行けない、お酒も飲めない、ビールが飲めない、日本酒が飲めない、カクテルも飲めない、テキーラも飲めない。そんな中でね、やっぱりバイクっちゅうのはたった一人でこうぼーっと走ってるだけでも楽しめますから、人と関わらない、店内にも行かない、ただずっとこうやって乗っている、それだけでもね自然に触れ合えて素晴らしいもんですよ。コロナ禍で唯一楽しめる趣味を見つけました。私は、私の趣味といえば例えば釣り、でも釣り場に行くと意外と人もいるし、餌を買うってなるとねまた店にも行かなきゃいけないし、あんまり自粛はできてない。あと好きなもの、キャンプ、キャンプだってそうだよね、ご飯とか買いに行かなきゃいけないし、まあ、ご飯買いに行くのがダメって言われたらもうそれはもう終わりだけどさ、キャンプだって人と関わるし、あと趣味、私の趣味ダーツ、ダーツとかもさ、ダーツ屋さん行かなきゃいけない、これもまた密だ、お家でやらない限りは。あと私の趣味、着物も家で着る分にはいいけどね、出かけるってなるとそれはそれでね、やっぱりバイクが一番いいんじゃない。ただ乗ってるだけ、誰とも関わらない、強いて言うならガソリンスタンドだけど、セルフに入れば OK なわけだし、バイクって最強、デーモンって最強だとは思いませんか。なんか動画で映るかわからないけど、ここあそこら辺に見えてるちょっと黒っぽいさ、あれほらほら、あれ全部山なんだよ。ほらほら、てっぺんさ雪降ってる、すげー、めっちゃでかくない、山。ちょっと怖いレベルにでかいんだけど、ほら向こうまで、ほら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 、でかー、怖い、なんかでかすぎて。こうやってさ、全方位がさ360度山に囲まれてるでしょ。だから山梨は盆地って言って、夏は暑くて冬は寒いっていうちょっと大変な気候の場所ではあるんですよね。すごい、本当にさ山に囲まれてる、もう山梨県って名前やめた方がいいと思うよ。だって山ある県だもん、山あり県、山あり県に改名した方がいいと思います。ほらすごい、もうこっち見てもこっち見てもこっち見ても全部山だよ、山山山、しかもすっごいでっかい山に囲まれてる、なんか塀みたいに見える、あれみたいな進撃の巨人のさでっかい塀、あんな感じ。おお、山すげえ、山こっちは見やすいね、なんか天気的な問題かな。すごい、もうねどこ見ても山だよ、山梨来たって感じがするね。
んどんどんどん私のヘルメットが虫だらけになっていってますけれども、そうかですね。もうね、風が強くなってきたらこうやって伏せればもう何の風の抵抗もなくなるわ。このさ、スクリーンがさ、かなり大きくなってもう全く風が来ない。これすごい、なんか お股が痛くなってきた。よいしょ。なんか最近さ、年なのかな、年って多分まだ21だけどさ、前までさバイク乗っててお尻が痛くなるっていうことはあんまなかったんだけど、最近の夜道さんはなんかすぐにお尻が痛くなって、何なんだろうね。あ、お尻の肉が減った、それは嬉しいな。もしかしたらお尻の脂肪っていうそのクッションがね減ったのかも。それは嬉しいわ。マジで痛い。どんどん山に向かって走ってます。やっほー、すごい、なんて見晴らしのいい場所、すげー、本当に山に囲まれてる。てか山がでかい、すごいな。私も富士山登っちゃおうかな。悪くない気分ですって最後に言いたい。でも悪くない気分です。言いてー、めちゃめちゃ言いてー。そんな気持ち分かりますよね皆さん。あともう少しで到着なんだよ。さっき動画撮り損ねたけど北斗市のらへんも通り過ぎました。帰り道は下道だからちょっと北斗市通りすがれるといいな。あともう少しですよ、頑張れ。でもあの山の形面白い、角が生えてますね、ツンツン。でもなんか怪しげじゃないこの光景。なんか右にはさ変な雲があってさ、左には鬼みたいな山があって、ちょっと怪しげな雰囲気。鬼ヶ島じゃないあれ。そうだ、鬼ヶ島だ。あれ絶対鬼ヶ島あるよ。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな。もうそろそろ高速降ります。よし、出口だ。この長坂北斗で降ります。一流の田舎町最高じゃん。いやー、もう下道最高だね。もうこれだよ、これを待っていた。この何もね、早く走らなきゃならないっていうあれからも解かれ、最高で、ちょっとしたくねくねがあって最高ですね。この緩やかなくねくねが一番楽しいんですね。いやー素敵。ここ道もなんか綺麗に舗装されてて、とっても走りやすいです。さすが一流の田舎町である。いやーいい場所。おお。お、すごい、また緑の中を走り抜けてく真っ赤なデーモンだ。なんか前回の動画で、あの桃江ちゃんを歌ったら、なんで桃江ちゃんみたいなコメントたくさん来て、分かってくれる人がいてよかったです。緑の中を走り抜けてく真っ赤なデモン、一人旅なの私気ままにハンドル切るのだよ、覚えておいてね。わ、なんかここら辺最高だな。おしゃれなカフェがある。オープンって書いてあるけど行けない、では行けない。また自粛が明けたらねここに来ようね。やつかったっけ、オープン。ジャムクラフト鳥畑。ジャムクラフト何ですかそれは、気になるけど行けません。青空カフェ、もうめっちゃおしゃれ、いいな。うまい魚が食べたい、魚屋さん行ってみたい超行ってみたいけど、とんかつ、とんかつ太は行ってみたい、とんかつ食べたい、おしゃれ。なんか全部がおしゃれです。ここら辺ガラス工房、時空間、いいなー、おしゃれ。韓国料理お食事処営業中、行きてー。レストランどんぐり、かわいい、行きたい、行き
たいけど行けません。パノラマの湯、パノラマ市場、いちごの森、なんかめっちゃおしゃれなんだけど、すげえ超行ったみたい。ダメです。今我慢すれば一人一人の我慢がまた楽しい日常に一歩近づけるという、今我慢すればきっと近い将来またここに来て美味しいご飯を食べれることでしょう。そのためにも今はそのためにも今は我慢しましょうね。さっきからなんか何やってんだってあれですけれども、そのマンホールがね結構くぼんでてうわーってなっちゃうの。あと1分くらい、もう少しで目的地の橋に到着します。ここに来たかった。雄大な景色、壮大な景色、ででー、やばい、山も見えるし富士山も見える。ででーん、富士山みんな見えますか、画面越しに。素晴らしい。はー、ゴミを捨てないで、見られていますよ、あなたのママ北斗市。着いたー、よいしょ。どうでしょう、この景色、素晴らしい、すごい景色、あっぱれ、お見事。おお、すごい、着きました。デーモンがすごく頑張ってくれました。やっぱりすごい景色、壮大やねん。風が超気持ちいいです。イエーイ。ということで、海地ゆきによる3密回避ツーリングいかがでしたでしょうか。八ヶ岳のここすごい見晴らしが良くて最高です。無料で来れて外も関わらないし、3密も回避できてとっても楽しい一日です。皆さんもぜひ気になったら山梨の八ヶ岳来てみてくださいね。おすすめの場所です。それではお前ら早く寝ろよ。嫁ちゆきでした。バイバーイ。